り場チャンネル。こちら語り場チャンネルです。本日も、今週のヤクルト、取っていきたいと思います。で、今週はね、結構辛い戦いでしたね。まずは松田での3連戦だったんですけど、水曜日は雨天中止だったんで、まあ、実質2試合だったんですが、4月2日火曜日は、1対2で、広島に負けてしまったという形ですね。先発はすごい頑張ってたんですけどね、小沢くんが6回無失点で、中継ぎがね、大西くんが出て、まあ、フォアボールで出したランナーが、まあ、最終的に失点につながったっていうことで、まあ、相手の床田くんがやっぱ良かったっすね。7回無失点、9奪三振食らっちゃってるんで、やはり去年から床田くんにはちょっと相性悪いかなって感じですね。8回にね、追いついたんですけど、まあ、西川くんのレフトへの犠牲フライで、なんとか追いついたんですが、結局その裏、清水くんが打たれてしまって、結局負けてしまったって形ですね。ちょっとね、打線が6安打しか打ててないんで、1得点じゃさすがにちょっとしんどいかなって感じでしたね。ちょっと松田がね、去年も鬼門だったんで、松田でね、なんとか勝ってほしいんですけどね、ちょっと今年も松田の相性が非常に悪いなっていう感じですね。で、水曜が雨天中止で、木曜日ですね。この日は3対6で負けちゃったっていう試合になってます。で、まあ、6回にね、幸先よく先制点取れたんで、これは流れ的にいけるぞという感じだったんですけど、なんですかね、やっぱ中継ぎがちょっとね、ここに来て打たれ始めてるんで、ちょっとやっぱ開幕の中日戦でね、かなり中継ぎ使ったのがちょっと影響しちゃってるのかもしれないですね。ちょっと先発がすごい頑張ってくれてるんで、最近刑事がね、7回2失点、素晴らしい投球だったんで、このね、勝ちつけたかったんですけど、ちょっと清水くんでまた負けがついちゃったってことで、この時期に清水くんが2回負けちゃってるのが、ちょっとね、1年通して心配ではあるんですが、まあ、なんとか頑張ってほしいかなと。ここはやっぱ踏ん張りどころですね。鬼門の松田で2敗してしまったっていう感じですね。で、神宮帰ってきての、阪神を迎えての3連戦ですね。5、6、7で、神宮やってたんですけど、またちょっとね、先発サイスニード7回3失点、すごい頑張ってくれました。クオリティスタートで、相手がね、やっぱ青柳だったんで、6回3失点、まあまあ3点ちゃんと取ったんでね、良かったんですけど、ちょっとね、5回に追いつかれちゃったのがちょっと痛かったですね。まあ、阪神に2点先制されたんですけど、すぐその裏にね、取り返して、ムーチョの、犠牲フライ、まあ、近本が珍しくエラーですね。エラーして、さらに竹岡くんのセカンドゴロの間に1点入れて、まあ、追いついたという状態で、で、次の回に、ミンゴがね、タイムリーヒットで勝ち越したんですけど、まあ、5回にちょっとね、失点してしまったって感じですね。で、7回に2点入れて、これもミンゴですね。2アウト満塁からタイムリーで勝ち越して、まあちょっとね、村上くんがちょっと頑張ってね、3塁目指したんですけど、ちょっと3塁でアウトになっちゃったなっていうのが、ちょっともったいなかったかなっていう感じですけどね。まあこの時点で、2点勝ち越してサイスニードに勝ちがついてたんですけど、ちょっと8回にね、まず1点取られ、ちょっとね、石山くんが打たれちゃいましたね。で、9回、セーブシチュエーションで星くんが入ったんですけど、ちょっと制球が辛かったですね。フォアボール2つ出しちゃって、ワンアウトしか取れずに大西くんに、スイッチして、まあ、大西くんもフォアボール1個と、ヒット1本で、結局ここで追いつかれちゃったっていう形でしたね。せっかく勝ちゲームだったんですけどね。
で、延長の末、木澤くんがサトテルにホームラン、勝ち越しホームランね、俺が風呂入ってる間に勝ち越しホームラン打たれちゃって、それでまあ最後負けちゃったって形ですね。いや、本当に勝てる試合をちょっと落としたんで、ちょっともったいないなって思いますね。ちょっと先発頑張ってるんでね、中継ぎのみんなにはね、ちょっと踏ん張ってほしいんですけど、なんとかなんないかなって感じですね。打線に関しては非常に素晴らしいですよね。西川くん、オスナ、村上、ミンゴ。で、あと長岡くんも今3割ですからね、打ってんの。いや、この3割バッターが5人も並んでるなんて素晴らしいですよね。ただこれが、なんすかね、この連打になってるかなってないかっていうだけですよね。3割バッターこんなにいんのに、意外と得点入ってないのが、単発で終わっちゃってるなっていう感じだったんで、まあ、チャンスでちょっと打ってほしいなって感じですね。こんだけ打率いいんだから、もっと得点取れててもおかしくないかなと思います。で、土曜ですね、吉村くん、まあ自分も今年初の現地観戦して、東京まで行ってね、神宮で応援してきたんですけど、ちょっと吉村くんがね、途中まで良かったんですけどね、4回に2点取られちゃってね、それまで2点勝ってたんですけどね、ミンゴと長岡くんで2点入れてたんでね、ここまでは非常に楽しかったですね、現地で。で、4回に、まあ、近本にまずね、ソロ打たれて、で、中野くんに打たれ、森下くんフォアボールで大山にタイムリーヒットと。ちょっとね、打たれちゃってた感じですね。集中打食らいましたね。で、7回に出たんですけど、サトテルにね、勝ち越しのツーラン打たれちゃって、あんな2割も打っててない子にね、なんでここだけ打たれるんだって感じなんですけど、ちょっとね、もう一踏ん張りしてほしかったかなって感じですね。ここら辺がやっぱ課題ですね。ちょっと終盤打たれちゃうことがあるかもしれないですね、今後も。スタミナはね、十分あると思うんですけど、やっぱ長いイニングね、投げてなかったんで、去年もあんまり。まあまあまあ、7回、8回ぐらいまでは、しっかり投げれるピッチャーだと思うんで、そこはやっぱ経験していってほしいかなと思います。で、7回にね、まあ、オスナのショートゴロの間に1点返したんですけど、結局そこで力尽きたって感じでしたね。ちょっとやっぱり、逆転で負けてるんで、非常に消化不良な、試合でしたね。ちょっと頑張ってほしかったな。で、今日行ってきました。さらに神宮で日曜日。ヤフーレちゃん、やったねって、5回途中までで、3安打、7奪三振、まあ、フォアボールがちょっとね、5個もあったんで、それがちょっと、今後の課題かなって感じですよね。このフォアボールなければ、7回ぐらいまで投げれそうな球数だったんでね。で、3安打ですからね、で、1失点ですから、非常に、いいんじゃないですかね。今開幕カードから、2戦2勝ですからね、非常に、まあ、勝ち運のある、まあ、実力も備わってますしね、勝ち運のある、先発の外人じゃないですかね、ヤフーレペコちゃん、頑張ってほしいですね。で、今日はもう中継ぎもねバッチリでしたね、ヤフーレのピンチの時に石山くん出てきてビシッと、抑えて、次の回またぎでも、しっかり抑えて、今日は1回と3分の1で3奪三振ですからね、しっかり三振も取れてかなり気合い入ってましたね。で、大西くんと清水くんが、それぞれしっかりホールドとセーブついて、しっかり逃げ切ったっていう試合だったんでね、見事なスワホーでした。バッター連敗4で止めてきましたよ。現地めちゃくちゃ盛り上がってました。この勢いでね、来週、まず火曜日に鹿児島ですね、巨人と戦って、で、水曜は移動日で、木曜日が、神宮ですね。なんでこの勢いでちょっとね、今調子の悪い巨人なんで、ちょっと巨人にはね、しっかり勝っておきたいですよね。はい。
なんで、まあ、来週もしっかりね、貯金作れるように、応援していければなと思っております。ということで、まあ、せっかく現地行ったんで、ちょっと現地のね、画像もちょっとご覧ください。どうぞ。はい、という感じで、まあいろいろね、今日は楽しかったんで、気分よく月曜日迎えられます。まあ今日買ったね、缶バッジ3つ、やったー。カツオさん、マリモ、小沢くん、素晴らしいですね。早くマリモ帰ってきて、カツオさん早く投げて200勝目指して頑張って、小沢くんもね、今年はしっかり勝ちを重ねてってください。よろしくお願いします。はい、そんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。